はい、おはようございます。スワシュワスです。ですね、今日僕、今夜勤終わって帰ってきたんですけど、とあるね、トラブル解消っていうか解決、トラブル解決に成功しました。まずですね、説明しよう。築40年の和室アパートなんですけど、最初ね、玄関のちょっと問題があって、玄関のその鍵を閉めても、外からドア開いちゃうんですよ。なんか、ちょっとこう、力入れてグッてやって、ちょっと引っ張るとガシャって開いちゃって、え？なんだこれ？って なって、で、それをね、まあ、大家さんにすぐ報告すればよかったんですけど、なんか俺って何かあると自力で直したい衝動に駆られちゃって、結局その自分でなんか何とかしようってことになって、なんだろう、その、ドアのその鍵って、こう、鍵をこう、ガチャって回すと、なんかこう、突起が出てくるじゃないですか。なんか金属のガチャって突起が。その突起が、その、入るところ、くぼみがあるんですけど、そのくぼみになんかちゃんとはまってなかったみたいで、で、それで鍵がその、ちゃんと入ってなくて、で、外からも、開いちゃうっていう、ちょっとこう、ガチャガチャってやれば、ガチャって開いちゃうっていう状態が最初あって、で、俺とりあえずこれなんとかしてえなと思って、で、そのくぼみ、鍵がその突起が入るくぼみの方がいけないのかなって。で、自分でその見てみたら、どうやらその、なんかネジがこう上下で二つにはまってて、で、そのくぼみがあったんで、これ一回ちょっと外してみるかと思って、で、外したんですよ。で、外して、ポロポロって外して、で、一回その、まあ、その部品とそのネジは、帰るとき、このアパート引き払うときに、もう一回元に戻せばいいかと思って、その下駄箱に置いといたんですよ。で、そうしたら、鍵がちゃんと閉まるようになって、鍵がこう、カチャって、その、ちゃんと回るようになって、これ閉まった閉まった、開かないってなって、で、よっしゃよっしゃってなったんですけど、で、俺、たった1ヶ月で、そのアパート やっぱ帰りますってなったじゃないですか。だから、もう戻さなきゃ、あれ戻さなきゃと思って、その例のその部品を、そのくぼ、またそのね、くぼみのところに戻そうって思ったら、なんかその、なんか、そのネジを締めるとこがないんですよ。あれって、なんでだろう？確かに穴開いてるけど、でもこの穴ちょっと、ネジ穴にしてはでかすぎるなって、こう、なんもそのネジを締める場所がねえなってことに気づいて、どうやって俺これ止めてたんだってこと、全く心当たりがなくて思い出せなくて、どうしようどうしよう、やべやべやべ、戻せねえ戻せねえってなって すごいパニクってたんですよ。そう、結構。一週間っていうか、ここ最近まで。それで、ちょっとこれ、やべえな、わかんねえなと思って、もう、ネットでちょっと調べたんですよ。そしたら、そのくぼみの、その手前側の、そう、俺がネジ外した、その部品、まあ、ストライクって言うんですけど、調べたら、そのストライクっていう部品以外に、その穴の内側、そのこのくぼみの内側にある部品があって、それがトロよけって言うんですけど、そのトロよけの方が、こう、なんかこう、ここに、こっちにネジ穴、その金属の部品にネジ穴がついてて、で、その内側と外側でこう、ガシャってこう、はめて、なんかこう、手で固定して、で、そこにネジをこう、締めると、固定できるっていう感じなんですけど、で、俺は、その、こっちの手前側のストライクっていう方を外した瞬間に、その、こっちの、その穴の内側にあった、このトロ除けっていう部品が、要はその何も支えがなくなっちゃってるんで、こう、ストンって、一番下まで落ちちゃったみたいなんですよ。で、俺それ全く気づいてなくて、確かになんかこう、外した時になんか変なストンみたいな音したような気もするなっていう記憶があったんですけど、結局その部品の存在さえも全く知らない状態で、で、つい最近分かったんですよ。それが、じゃあどうやらその、縦穴の一番下に、その、トロ除けっていう部品が眠ってるぞと思って、うわ、これどうしようと思って、で、そのネットで調べたら、そのトロ除けは、その一回それを落としてしまうと、もう救出はほぼ不可能ですって書いてあって、うわ、マジか。うわ、これ俺、修理代とかなんか払わなきゃいけない感じかなって、その、アパートを出るとき、そのアパートって、その、なんか自分で壊したとか、自分でなんかその、いじって変えちゃったりしたものって、なんかその、最後、アパートを引き払うときに、その清算するときに、これ、なんかこう、いじってなんか変えましたね、つってこう、なんか修理代みたいなの請求されるんですよ。なんか そういうのがあるんで、なるべくその、元の状態に戻す。まあ、現状回復って言うんですけど、それを元の状態に戻した方がよくて、そうすると、自分のお金が戻ってくるんで、敷金がね。そう、それで、なんとかして、じゃあ俺、
あ、なんだっけ。で、その、救出する方法の一つに、なんか、強力な磁石を使えば、救出できるかもしれないけど、可能性は薄いみたいなこと書いてあって、いや、俺やるぞ、いや、俺やってやると思って。で、その、で、買ったんですよ。ダイソーに行って、こんなちっちゃい、これね、ネオジム磁石、超強力マグネットっていうのを買ったんですよ。で、その磁石を下に沈めるにはどうすればいいかなって考えたら、テープ、スズランテープみたいな紐を俺持ってたんで、その段ボールとか、十字でこう縛る用のなんか白い紐みたいなやつ、荷造りの紐。あれが俺持ってたんで、その紐の先っちょとそのネオジム磁石をこうセロテープでこう巻きつけて止めて、よし、これで、よし、これで取れないなってこうやって。で、こうなんかまるで釣りをするかのようにその縦穴に忍ばせて、こうシュル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 ってこう落としたんですね。で、下の方まで行ったらカチッってなんか音がして、あ、これだ、これだ、あ、あるあるあるってこう。で、最初その引っ張ってもすぐにこう取れちゃって、磁石が離れちゃって、あれ？あ、ダメだ。出てこない。ああ、引き上げられない。ああ、終わった。もうこれ、お手上げだ。おしまいだって 思ったんですけど、その最後の望みで、このなんかちっちゃい、まあ四角い柱みたいな感じのところ、そのくぼみ、その穴にちょっと指入れて、こう、ちょっと手前に、こう、グッて引っ張ったんですよ。その中の空間を少し広げるみたいなイメージで。こう、なんて言えばいいんでしょう。こう、指、ちょっとこう、指入れて、こう、くっみたいな、少しこう、広げるみたいな、ちょっとこう、動いてたんで。で、その指でこう、ちょっとこう、空間広げながら、磁石を落としたら、カチッと落として、お、シュル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 、シュルシュルシュル、なんか見えてきて、これだーと思って、やっと救出できたーと思って、もう歓喜に震えました。さっき、もうたった今さっきの出来事です。これがトロよきかっつって。で、こう、ね、その引き上げたら、一回その指でこうね、差し込んで、こう、またこう落ちないように指で支えて、で、そのストライクっていう部品をこう、外側からこう、押さえて、で、ネジ穴に入れて、こう、ちょ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 って、で、そろそろ指離したら、あ、ちゃんと固定できてると思って、よっしゃ、できたーと思って。で、その、ね、ネジを止めて、元に戻して、そうすると、そしたら、でも結局元通りにしたけど、またその鍵の突起が、その、ちゃんと閉まらないっていう状態、また状態になっちゃうじゃんって話なんですけど、結局そのやり方、ちゃんとしたやり方っていうのが、そのネジを外すんじゃなくて、ちょっと緩むだけ、ちょっと緩めるだけ。緩めるだけにすると、少しこう微調整ができるんですよ。なんかその、この四角い穴をこうちょっとこう左右にずらしたり、微調整ができるんで、それが正しいやり方なんですね。その全部ネジ外しちゃうと、その奥側のトロよけの支えがなくなって、ストーンって落ちちゃうんで、で、それを、俺はね、事前に調べて知っとけばよかったんですけど、まあ、これが落とし穴ですね。DIY の落とし穴って書いてあって。うわ、俺まさにこれ引っかかったパターンだっつって。で、これは、まあ、なんかその築年数の古いアパート特有のなんかね、その、気をつけなきゃいけないこと、トラブルらしくて。ああ、築40年のアパートやってくれたなと思って。そんな知る、もうね、この時代知らなくてもいいことを、知らなくてもいい経験をさせられた、学ばされたと思って。まあ、そういう感じで、最後にその微調整をして、そのちょっとこう横にずらして、これで入るかな、これでちゃんと鍵閉まるかなってこう出会って、こうテストしてみたら、ガチャンって鍵がちゃんと閉まったんですよ。外からもちゃんと開かないようになってて。よし、これで、なんでしょう、現状回復以上に俺がその鍵のそのトラブルを直しちゃったっていう、俺がね、そう、すごいことをやっちゃったっていうお話です。いやー、もう気持ちよすぎる。なんかもうこれでね、もう思い残すことないです。その和室アパート、これでちゃんと完璧な状態で、引き渡せるので、退去できるんで、敷金どれだけ戻ってくるかな。敷金俺12万払ってるんですよ。だからさ、もう10万ぐらい戻ってきてほしいんですよね、正直。でもね、なんだかんだね、いろいろ取られるんですよ。クリーニング代とか、なんか変ななんとか代みたいなのさ、取られるんですよね。まあ、ちょっと交渉してみます。はい、ちゃんと。はい、顎肉。はい、そんな感じです。でも、あまりにも嬉しくて、今日はちょっと、早速雑談動画にしたくて、ね。もう、後光が差してる。あまりにも嬉しくて、おーみたいな。はい、そんな感じです。またね、バイバーイ。動画楽しみにしててね、ショート動画また。お上品な、下ネタ作るからね。バイバイ。ありがとう。